はい、どうもあら q 太です。今日取り上げる論文は佐々木智弘さんのアメリカにおけるフレンチセオリー需要の知識社会学的検討2016年のものです。ま、フレンチセオリー日本で言うとほぼほぼ。 フランス現代思想に相当するデリダ、アドゥルーズそしてフーコーなんかが、まあ、代表しているフランスの思想。えー、日本においては特定の領域に肯定しない学際性を持ちそして、えー、制度的なアカデミズムの外で剣伝されたあそういう側面がまあ強調さ,されるんですけどもそれはあ日本とともにアメリカでも大きな力をまあ持っていた。 で,す、ねでえー、そのアメリカでのフレンチセオリーの需要の主催について、えー、特に定量的な手法なんかを用いながら調べた、まあ、論文になっているというわけです。アメリカでの、まあ、フレンチセオリーで、まあ、よく言われることはですねそれがアカデミズムの中で取られていた。 ものでしかもそれは元の思想に比してですね文学文学研究の分野で、えー、大きくクローズアップされたっていうことがよく言われてるんですねでまあこの定説に関して、えー、それって本当だろうかっていう形でまあ論が進んでいくというわけですねそのためにですね一つの参考文献が批判的に検討されることになるわけです、えー、すなわちラモンっていう人の フレンチ・テオリー需要に関する、まあ、論文であるというわけです。で、えー、ラモン論どうがいけないかっていうとですね、えー、例えば参照しているソースがちょっと違ったりだとかあるいはデリダの著作に関するカウントっていうのは主催なんだけどもしかしデリダの需要を考えるにはその引用の件数とかを調べる必要があるだろうっていうようなツッコミ。 そして音楽、哲学以外の授業のあり方というものは無視してるんじゃないかまあ、そういうような問題意識の中で佐々木さんがまあ、新しく調べ直したよというような感じになっているわけですね 1一つ目の論点としてですねフレンチ・セオリーがアカデミズムの中で重要されていったっていうようなことについてまあ考える必要があるだろうとこのことの事態をまあ知るにはですねアメリカのニュークリティシズムの研究者たちの社会的な位置っていうものを確かめておくことが必要であると。 まあ、ニューヨーク知識人っていうふうに言われている、まあ、知識人の系譜があってですね、まあ、彼らはユダヤ人が多くて、で、えー、大学、当時の大学はまだユダヤ、えー、人差別的なものが、まあ、残っていてですね、えー、就職できなかったと。で、えー、そういったニューヨーク知識人たちは、まあ、ジャーナリズムの場に出ていったわけですけども、対して、えー、ニュークリティシズムの研究者たちはもともと、まあ、大学に行って、まあ、増減の党的な形で、まあ、文学研究を進めていったと。 でええー、造形の塔ですんであんまり社会性がないわけですねで社会性を求めた結果出てきたのがまあ,あフレンチセオリーであるっていうようなあ事情がどうやらあったようであるというわけですでもう一つの案件に移っていくわけですがフレンチセオリーは文学化したんだっていうような指摘はどうだったのかまあこれに対しては実際のフレンチセオリーに関する引用を調べる具体的にはデリダ・ドゥルーズそしてフーコーの う引用件数論文での引用件数を、まあ、調べていくよっていうことで、えー、見えてくるだろうというわけですね。で、まあ、結論から言うと文学に強い影響を与えたあ文学の領域でデリダやドゥルーズやフーコーが用いられたっていうのは確かにそれは言えるんだけどもしかし 文学化っていう形で特権化あできるほど文学だけが際立っていたのかっていうとそれは違うようであるとつまり他の分野にも拡散していくあるいは多様化していく傾向があったよねとでまあこれは大きな発見と言えるのではないかまあそういう形で論文が終わっているというわけですアメリカでも日本でもまあ今みたいな状況に落ちたんだ落ち落ちたっていうかまああの落ち着いたんだなみたいなまあそういうことを思いましたねはいまあふわっとした感想ですけども えーともういただきましたというかそうですねあのあの書評をしたしましたえっ、ー、ともうウェブにも出てるんで適当に検索してくれるとおまあ出てくるんじゃないかと思いますが「桐山重ね」前作品1ですね。 えー、パルチザン伝説なんかを中心に次の代表作がそ揃っているよというわけです、えー、小説中ですねはいあのー、まあ天皇制とかですね、えー、学生運動とかまあああいったものに興味がある人は、まあ、読むとまあいいのかなとか思いましたねはい、まあ、詳しくは書評で書いたんで是非、えー、参照してください というわけで今日の紹介は以上です。ではまた次回。